久保さん、吉谷拓郎は詐欺師です。気をつけてください。急ぎましょうか。はい、まあ、結局、写し鏡ってやつじゃないですかね, <laughs> ね。久保さんが、久保さんのことを怪しいと思うんだったら怪しいでしょうし、僕のことを怪しいと思うんだったら怪しいだろうし、えー、僕のノウハウが使えないと思えば使えないだろうし、久保さんの言ってることが嘘だと思うんだったら嘘だと思う,う嘘だろうし、 写し鏡ですようんまあ僕は一つ言,言わせていただくのがあー詐欺師が顔を出して本名をさらして、えー、2万本の一般公開の動画を作れますかこれから10万本100万本撮っていきますよどうですかね詐欺師が本名をさらして顔をさらして、えー、2万本の動画を撮っている 一般で公開している <laughs>。まあ考えたらわかると思うんですけどね <laughs>。どうすかね、久保さん。本当の詐欺師っていうのは、一切表に出てこないですからね。なんかね、前その本であったんですけど、なんかそのオレオレ詐欺の仕組みの本があって、そのもう巧妙に作られてるっていうね。だからトップの人は絶対前に出てこないっていうね。 絶対捕まらないような仕組みがもう構造としてなってるっていうね。だ本物の詐欺師は絶対前に出てこないですよ。本物の、本物はね。うん。そうじゃないですか。だって人を騙して金銭を取って逃げるんでしょ見つかったらダメじゃないですか。ボス、僕見つけてほしいので。久保さんも見つけてほしいんで。久保哲郎を見つけてほしいので。どうですかね。<laughs> 本物の詐欺師は、 見つけてもらいたくないんですよ。でも僕は見つけてもらいたいし、見つけてもらいたいから、動画めちゃめちゃと撮ってるし、集客しないといけないですからね、僕は商品を売るなんて。うん、ど,どうですかね。だからこれなんかね、考え方が浅いですよね。うん。だから、ま、ああの、まあ、もちろんね、あの、なんだ、顔を出してね、あーその、 詐欺みたいなやってる人もいるでしょうけども、それは本物じゃないですよ。申し訳ないですけど。本物は、あ,あの自分で手を汚さないっていうね。く <laughs> ぼ、ね、さんね。本物の詐欺師は自分で手を汚さないですから。うん、だから、あのーまあ、詐欺師にもランクがあるっとすね。く <laughs> ぼ、ね、さんね。<laughs> そう まあ、とりあえず、まあ、あの、映し鏡です、すべては。うん。自分が稼げないと思ったら稼げないしあ、自分には無理だと思ったら無理だし、うん。自分がどう思ってどうやるのかっていう。で、その決断、ジャッジ、判断。それも自分次第ってことですね。ただ僕はめちゃくちゃわかりやすいように行動してます。誰が見ても、まあ、どう考えても、 ま、ないだろうっていう行動をしています。ね。はい。あなたはできますかあなたは詐欺師じゃなくてもできますか詐欺師でも詐欺師じゃなくても何でもいいんですけど、できますか僕はあなたにできないことをやっています。多分2万本を動画撮るっていうのはね、一般的に多分無理ですよ。できないです。久保さんも思うと思いますけども、この億万長者合宿も僕にしかできないです。 この億万長者合宿のリレーは久保哲郎しかできないんですよ。これはもう確信して言えます。確信です。このやりとり。もう3000回以上なってますけど。もう商品販売終わってますからね。商品販売してプロモーションの動画3000本撮るのはバカじゃねえかと。<laughs> どうですかね。普通、プロモーション動画、プロダクトローンチの動画は5本6本でしょで、5本6本撮って、ね、公開して、 その後ね、いなくなりますから。僕たち、久保さんと僕は、億万長者合宿売るために始めましたけど、億万長者合宿2年前に終わってんですよ。ね、<laughs> どうすか商品売るの終わってんですよ、もう。終わってから2年続いてるんです。<laughs> できますかできるんですかあなたに。逆に問いたい。ね、久保さん。商品販売終わってから2年も。 やりとりして3000回以上になってるって、できますかもう正気の沙汰じゃないです、もう。これはね。うん。まあ、とりあえず僕はもう、なんだ、こういう活動をしてるのは、あの、偶の出も出なくさせたいんですよね。まあ、そういう要素も入ってます。なんでこういうことをやってるのかと。他の人から見たらね、 あの無駄に思えるようなことをめちゃくちゃやってます、うん。でもその無駄なことっていうのは僕は無駄じゃないと思ってるんで。この小野沢さんもね、ちょっと言ってましたからね。お金を稼ぎたいんだったらやってることはちょっと違うんじゃないかみたいな。なんかね、なんかそんなこと言ってたんですけど、僕はあの全然そうじゃないですよね。<laughs> そう。まあ確かにそのね、まあ小野沢さんの意見も間違ってはいないと思うんですよ。その効率的に稼ぐんであるならば、あの、 ななんだろうな多分もっと違うやり方がありますから全然全然ありますようんだけど僕はこのやり方をやることによって何を得れるかどんな未来が待っているのかそれは僕にしかえ描いてないものがあるんであなたには描けないですね多くの人には描けない物語僕はそれを自分で描いていますこの活動を続けたらどうなるのかうん でもそれは確定はしてないかもしれないけど、僕の中でその物語は完全にもう、あの、映画ができ出来上がってますから。うん。まあ、とりあえず10年後、20年後、30年後、見といてください。もうすげえことになってると思いますから。何がすげえのかはね、ご早々にお任せしますけど。とりあえず、人がやれないことをやりまくる。やり続ける。ここに対して、何かインパクト。ディープインパクト。 これは確実に起こると僕は思ってますからね。人ができないことをやり続ける。しかも、ありえない量です。<laughs> まあここにね、奇跡は起こってきますよ、多分、うん。なぜ奇跡が起こるのか。それは人がやらないことをやってるからです、はい。人が絶対できないことをやってるからです。だから奇跡は起こるんです。ほとんどの人が手に入れられない奇跡、ほとんどの人がやらないことをやってるから、 ほとんどの人が手手にに入入れれれれららない奇跡を手に入れられます、まあ、少なくても、ほとんどの人が想像できない奇跡を今、現行でも起こしています。この再生数で僕は、もう5年飯食ってるし、借金2000万も返したし、親に300万の BM プレゼントもできたし、これは僕がこれを言ったところで信用する人がいるかどうかわからないですけど、僕はその事実を自分で体験してるし、 でも他の人から見たら、この再生数で、ね、無理ですよ。うん。誰も想像しない。誰も想像できないですね,ね。うん。想像できることがあるとするならばこ、こいつら何やってんだぐらいですよね。なんか怪しいことやってんじゃないかな、みたいな、ね、<laughs> そう、裏でね。そう。はい、裏も表も、減ったくれもないですよ。やるだけです。いってらっしゃい。